では、えー、モデル作り込みのセクション、えー、作例をもとにですね、えー、作り込みの手順について確認していきたいと思います。えっと、まず画面に見えている、えー、これ全部作っちゃうとですね、ちょっと時間かかっちゃうので、えー、いくつか絞るんですが、えー、このピンク色のここの装甲、装、ま、甲、あ、というか、まあ、フレームですね、フレーム、それからこの辺のジョイントに関して、えー、ラフから。 <laughs> えー、作り込みの完了までですね、ちょっと確認していきたいと思います。<laughs> じゃあ、一応前を立ち上げてます。えー、まず、ラフですね。もうこんなもんですよね。えー、パーツ配置。で、えーとまあ、内側にいろいろとあのごちゃごちゃと、えー、モデルを配置している場合は、まあ、それらはこんな感じでまとめてるかもしれません。まあ、先ほどのですね、えー、この辺の内側のごちゃごちゃ含めて1個のモデルで。 表現をしているかもしれないんですけど、まあ、これはラフなので、えー、一旦ですね、こんな感じでディスプレイレイヤーにでも突っ込んでおいて、えー、このガイドを元に新しく配置して、えー、スタートします。で、まあ、多くの場合ですね、あのーまあ、メカモデルっていうのはフレーム、まあ、走行部分と、えー、あとは内側のエンジンとかっていう、まあ、内側のパーツで、えー、分けてあげると、 あの説得力が出るんじゃないかなと思いますので、まあ、こんな感じで外側のパーツを配置して <laughs>、内側は別パーツですね、えー。配置してあげるのをおすすめします。はい、こんな感じで、まあ。厚みなんかもですね。ちょっとラフにどんどんいきますが。はい。それで、えー、さらに円柱を配置します。あのー、何回か前のですね、えー、話でもあったように、 分割数なんかは、えー、この一番最初が肝心ですのでどのくらいの分割数で、えー、解像度が足りるかというのは常にですね気にしながら進める必要はあると思います、はい、こっちがまあこんな感じの大きいジョイントこっちがちょっと小さめのジョイントっていう感じで、はい、デザインですね、えー、やっていますんで次に合わせておきます はい、パーツがちょっと増えました、えー。で、これ、ここまでがですね、まあ、ラフだと思いますね。えー、まあ、ラフのラフみたいな形で、このガイドにしたものはありましたけど、えー、そこからパーツをちょっと分けていく作業が、えー、まあ、そこまでがラフなんじゃないかなと思います。で、ここからは、まあ、作り込みの段階に入っていきます。まあ、どこから進めてもいいんですけど、なるべくは、あの、大きいパーツからですね、大きく見えるパーツから、 進めていってあげると印象の確認もしやすいですのであとはモデルとモデルの干渉とかもですね早めに気づけますのでえそのようにしてあげるといいですでまあ現状ですねこの外側のフレームこれから着手していきますえまずはまあいらないエッジは消しちゃいますね積極的にここの部分とか今いらなかったのでま形状の変化がないえ部分に関してえ使わないエッジっていうのがある場合は消していってしまいましょう はいそして、えー、まあモデリングの基本ですけど外側からですねまずは形を合わせにいってみますここでちょっと一段階上に上がってそして下の部分はです、ね、この辺から少し斜めにはいまあこんな感じですね、えー、そしてもうちょっと 上上下にですねちょっと伸びた分少しサイズ合わせをしておきますはいでえっ、ー、とまあこういった角の部分は後ほどベベル入れます、まあ、今,今入れたくなっちゃうかもしれないんですけどベベルとかっていう、えー、と作業は早めに入れちゃうと修正が大変になっちゃうのでベベルなんかは最後に取っておくようにします なので、今やるべきはですね、このモデルの外側のまずシルエットで足りない部分を作り込んでいく作業がまずは優先順位が高いです。例えばこの辺がこう。で、こうですね。で、あとはちょっとこっちにもポイントが欲しいですね。はい、こんな感じ。 はい、そして、えー、ベベルは後回しにするっていうことを覚えておいて、えー、そうじゃない部分。ちょ,ちょっとこれ気になりますね。ちょっとこれを。同じものをこっちにも。はい、そうじゃない部分をちょっと作っていきます。で、えっ、ー、と、例えば、まあ、このプレート、まあ、フレームに対して、えー、はい、内側に入る、まあ、凹凸のデザインとかですね。そういった情報を入れていきます。例えば、そうですね。 まあ真横から水平にカットしたりしてもいいかもしれませんね。はい、そして、この辺りの位置でちょっと凹凸を加えてあげたいです。なので、ここからここ。えー、っと、あ今、イメージとしてはですね、ちょっとどういうことをしたいかっていうと、まあ、この辺と、まあ、下も後でカット入れるんですけど、この辺に対して、こういう凹凸を入れていきたいです。 で、そのためカットをしたんですけど、ここの部分が今、多角形になってしまってます。それ以外のところは今、多角形はケアできてますね。えー、なので、まあ、ここの部分は、あの今、ケアしてもいいんですけど、四角形、三角形に。いいんですけど、えっ、ー、と、覚えていられるのであれば、もうこのまま進めてもいいと思います。えー、で、あとあとですね、ケアしていくつもりです。えー、そして、ここの部分。 ここはそうですね。これもちょっと、えっとですね、綺麗なデータというか、メーカーモデルを作りたいなら、例えば、この上の端の、こっからここまでの辺の長さとこっからここまでの辺の長さをできるだけ同じにしてあげて、で、凹凸がつく、なんて言うんでしょうね、えっと、幅を揃えるとかっていうところまで気を使ってあげれるとより良いかもしれません。 まあ逆にですね。えー、っと、あえてこの幅を、幅に違いを持たせて、例えば、えー、っと、ちょっとやりすぎですね。あえて違いを持たせて、下の部分は細め、上の部分は太め、みたいな感じでメリハリをつけてもいいと思います。この辺だとすると、こうですね。まあちょっと、まあ、カットしていってみますね。 えー、あとは、まあ、ここもちょっと垂直に切って、えー、デザインされた感じをですね出してみます <laughs>、はい、そうすると今カットをしていったんですけど、えー、たかってのところはですねちょっと要注意で、はい、そして凹凸にしたい部分が今ここの面だということですねで、えー、同じ要領で、えー、とまだこれ押し出しは行えません 先にですね、押し出しを行っちゃうと管理しなきゃいけない頂点増えますんで、ちょっと注意が必要です。あとはそうですね、ま、じゃあこの辺からこの辺で。この斜めの角度をこの左右で同じにする、あえてですね、同じにするとか、そういった気遣いもできるとなおいいです。ま、また、斜めの角度ま、わざと傾斜をですね、こっちとこっちで差をつけて、メリハリをつけてもいいと思います。 まあちょっと今回は、感じにしてみましょうかね。<laughs> で、今、えー、と考えていることとしては、まずさっきの、えー、この部分は、これは凹凸にします。それから、加えて、えー、ここで一つの凹凸、ここで一つの凹凸にしていきたいです。で、そう考えると、まあここと、えー、ここは、このままだと、ここでつながっちゃうので、 え間にですね、ちょっと一定の幅を持たせてあげないといけないですね。んで、例えば、そうですね、じゃあこの辺にしてみますかね。からちょっとカット。で、これどうしたかというとですね、こっから、あ、ここ、ここ、ここ,こ、こ,これと、これでえ分かれるようにですね、間にフェースを追加したということです <laughs>。 はい、であとまあこっちの方もですね、あのー、カットしていきたいんですけどちょっと同じことをですね、えー、繰り返してやると時間もかかってしまうのでちょっとこのぐらいにしておきたいと思います、えー、そしてまあ計画通りですねえー、欲しい箇所あここはいらないですね欲しい箇所、はい、凹凸を持たせますコントロール E こんな感じですねでちょっとこうまああのー、1段階下げるんですが かけるんですが、はい。こんな感じになりましたと。で、これでもうですね、まあそこまで悪くはないんですけど、えー、光の反射見てみるとわかりますかね。えっ、ー、と、この凹凸が90度で折り曲がってるので、結構きつい、光があんまり回り込まない、えー、状態になってしまってます。で、こういう凹凸の場合は、まあ、できればですね、えー、少しだけ、 そうですね、このぐらいはいこんな感じで傾斜をつけてあげれるとなおいいですねこれもはいこんな感じですねこっちもこうですねえー、あとはここもですね ここはそうですね。高さはここに合わせたいですね。え、はい、そしてここもこっちらですね。はい。で、えー、今こっちとこっちはまだあの完全にやってないですね。 こっち、えー、傾斜をちょっとつけてみたんですけど、だいぶこの光の入り方が変わって、こっちよりもきつくない印象になったことがわかりますね。まあ、表面の加工なんかはよくこういった、えー、凹凸をつけたりするので、えー、参考にしてみてください。<laughs> はい。そしたらですね、まあ、こっちもちょっと、あの、同じように作業していくんですけど、まずいらないエッジがですね、若干あります。ここのことですね。 ここ e でデリートしますデリートしても形状が変わらないんでねいらないエッジだということですただここはフェースがですね、えっと、高っ高りになっているので注意が必要です、まあ、こっちにつなぐかこっちにつなぐかなどしてケアをしますはいこうですねじゃあ、えー、同じ要領で,あでここのエッジもですね実はまあ割と邪魔になるエッジです こっちの辺りは、あとこっちの辺りはえ形状の変化で必要なんですけど、<laughs> と考えると、まあ、ここは決しても問題ないですね。はい、そして、ここをちょっと内側に、はい、調節をします。で、最後ですね。はい、こんなもんですね。 じゃあ、えー、ここまでできたら、えー、少しですねちょっとその高っ気になってしまう箇所のケアをしていきます。ここ消してこっちにつないで。ここ消してこっちにつなぐ。はい。あとはここですね。えー、ここも。 つなぎで押してあげますちなみに今、えー、ここのエッジがない場合ですねここのフェースは四角形なんですけど凹凸のあの大型ポリゴンになっちゃいそうですよねここが、まあ、こういうことですねまあギリギリ今なってないんですけどこの状態だとちょっとベベルとかをもし仮に入れた時に大型になってしまったりする可能性があるのでこういう危ない部分に関してはえっ、ー、とちょっとこの辺でですねカットを入れておいてあげるといいです <laughs> はい、あとはですね、まあ、こっちの方につなげる場合は、えー、とこのエッジも必要な可能性があるんですけど、今はいらないので、もう消しちゃいましょう。はい、じゃあ、えー、この部分できました。これまだベベルは入れてないですね。えー、ベベルは本当に最後の最後まで取っておきます。であとは、えっ、ー、と、ブーリアンについて考えていきます。えー、例えば、まあ、ここにこの穴を入れたいという場合ですね。 で、ブーリアンはですね、ちょっと、えっ、ー、と、エラーも発生しがちなので、はい、なるべく避けて通りたいです、えー。で、まあ、カメラがですね、ここまで寄る場合は、ここに、あの、ベベルがあった方が、ちゃんとパーツがはめ込まれている感じができて、えー、いいんですけど、まあ、カメラが、まあ、この程度とかですね、まあ、そこまで、うん、まあ、この程度とか、えー、寄らない場合は、まあ、ここにわざわざブーリアンを入れなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、 もう単純に穴を開けずにメリ込みで配置するっていうことですね。ちょっとブーリアン入れる場合の話だけ若干すると、例えばですけど、ここにちゃんと穴を開けたいっていう場合ですね。その場合は先ヒストリー消します。編集ヒストリー削除ですね。で、えー、っと、穴開けられる側、開ける側の順で選択して、えー、っと、メッシュの中のブーリアンの中の論理差。 A-B を実行します。これがブーリアン実行ですね。ただ、えー、このブーリアンってあのヒストリーが残ってると、何て言うんでしょうね、編集ができないです。というか、まあ、このモデルをですねこう移動させたりするとあの、穴の開き方もですね、ちょっとあのリアルタイムで変わります。でこの状態のまま、えー、ヒストリー残して作業を進めると結構危険ですね。あのー、まあ、 処理をするリスクがすごく高くなるので、ブーリアンはできるだけ、えー、実行したらすぐ早めにひっそり消しちゃいます。編集するよう作削除、ひっそり削除。これで、えー、なんかガイドのモデルが消えたようにですね、えー、リアルタイム性がなくなって、えー、形状がこれで確定しました。<laughs> はい、そして、えっ、ー、と、まあ、ブーリアンを行った場合は、えー、この辺りを、まあ、 結構高っきできちゃうんで、ケアしていかないといけません。時にはですね、この辺のエッジの部分にカットを追加で入れて、こっちからカットを入れるとかっていうこともしなければいけない可能性もありますね。であとはですね、こんな感じで、また綺麗にしていく作業ですね。 で、この辺の分割の仕方に、えっ、ー、と、ルールはないです。決まりはないので、えっ、ー、と、まあ、四角形、三角形にケアができてれば大丈夫ですね。えー、ただ、まあ、そうですね。一箇所に、えっ、ー、と、まあ、こんな感じで、一箇所にカットを集めすぎると、まあ、ちょっとエラーのリスクが高まります。厳密に言うと。なので、まあ、ある程度でいいので、 このつなぎ先は分散させてあげた方がいいですね。ある程度でいいので、はい。あとはこことか、結構この頂点が近くて結合されてるように見えるんですけど、実際は結合されてないので、こういうところも注意が必要です。で、こういうところのまあエラーを発見するために、えー、3番キーでですね、えー、つながり方をチェックしてあげるっていうのは、まあ、時々やってあげるべきですね。こことかも今、こことここがくっついてないです。 同じ位置にあるんですけどねくっついてないのでこの辺も注意ですねくつけたらくっつけるでこの辺はまあ数がですね、えー、っとちゃんと合ってますよねここのエッジここのエッジここのエッジみたいなこんな感じでバキッと分かれて数が合ってないところは注意が必要ですはいじゃあまあちょっとここもですね、えー、もうざっくりざっくりやっちゃいまして ちょっとどんどん次に進みたいと思います。えー、っとまあ、この面だけちょっとやっちゃいますかね。 ですね、つながってないはずです。こことここですね。結合、はい。これで一応きれいな状態になったのでヒストリー削除しておきます。でまあ,あのうまくできてるか確かめるためにですね、えー、この、まあ、角になるエッジをダブルクリックしてちゃんとループでつながってるか3番切ー確認もしてですね、まあ。そこまでチェックして問題なければ、えー、このブーリアンのクリーンアップ。 クリーンアップ処理は終わってるかなと思います。えー、で、まあ、そんな感じの、えっ、ー、と、ブーリアンはちょっと手間が発生しますね。えー、なので、できるだけ避けていきたい作業になります。なので、特に、まあ、あの、細かいパーツとかに関しては、穴開けないとかっていう選択肢も取ってあげるべきかなと思います。えー、じゃあちょっと、えっ、ー、と、わかりづらくなってきたので、えー、ワイヤーフレーム付きシェードで表示しておきます。 これはそうですね。じゃあ、上に。横に移動しますか。CtrlD。はい、こんな感じで。で、こいつと差し替えます。あこっちで位置が確定しちゃってますね。はい、こんな感じで。じゃあ、えっ、ー、と、まあ作り込みの1段階目がこっち。 でブーリアンとかってことを考えた2段階目がこっちって感じですね。えー、そして、まあ、これで作り込みセクションが終わりだとして、えー、最後にディテールを追加します。えー、ベベルのことですね。で、えー、とベベルはあの一度入れちゃうと戻ることが難しくなるので、<laughs> えとここで一度、まあ、これもちょっと手間なんですけどね、コントロール D で複製して、 で、バックアップに取っておくといいです。このベベルを入れる前のデータ。これを例えば、まあ、非表示にして、えー、アンダーバーバックアップとか入れてあげるとしてですね。えー、なので、まあ、この辺のモデルも一旦、えー、こうしておきますね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、この、 まあ、複製した上で、ベベルを入れても大丈夫だ。モデルにベベルを入れていきます。で、ベベルは、まあ、あのー、基本的なことですけど、えー、なるべく、その、一括で入れない、す、え、べ、ー、ての角を選択して一気に入れないようにはします。どういうことかというと、まあ、側面はですね、えー、一つの。 ループでつな、えー、いでもいいと思います。こんな感じで。しかし、こういう角、側面とは垂直になる、えー、エッジに関しては、2回目のベベルに、えー、取っておきます。4番キーだとこんな感じですね。はい、じゃあ、えー、ここの、まずは、えー、側面のベベルを入れていきます。えー、ベベルは、えー、幅の設定とセグメントの設定ですね。 で、まあ、どのぐらいの角のぬるさにするかによって、えー、この辺は設定して、適用します。えっ、ー、と、まあ、これ、あ、これですね。こう、こんな感じで、ワイヤフレーム付きシェード切って、えー、ちょっと遠目で確認したときに、光の入り方を見て、まあ、ちょっと入りすぎだなって感じたら、えー、一回戻ってですね、えー、数値設定を再度行って、 っていう感じで、えー、ちゃんとカメラ引いて確認した方がいいですね、ベベルは。はい、このぐらいが良さそうです。で、えー、次にさっき取っておいた、えー、角の部分。こことか、こことか。まあ、このようにすると、まあ、ひと手間かかってはしまうんですけど、えー、っと、エッジループがつながるようになります。ここのことですね。このエッジがループでつながるように。 できますんでトポロジーを、はい。当ててあげるといいですね。じゃあこれでレベルを再度実行。まあ、ちょっと削りすぎたなと思ったら戻って再設定して実行。はい。まあいいかなと思います。あとは、えー、っとこのこのブーリアンって結局その 穴開けたんですけどこの穴開けた角の面に何もしなかったら結局意味がないですね、えー、光が入り込む箇所がないので穴開けてないのと同じ見た目になりますなのでベベルを入れた場合のメリットとしてはやっぱりここのエッジのループに対してベベルを入れれるっていう点ですねはいこんな感じとかもうちょっとしっかりと出したいならここは大きめに設定しますはいこんな感じですね こうなってると、まあ、あの、ちゃんとですね、えー、ジョイントが入ってるってことが、うん、示せますので、まあ、こっちのモデルよりか、より、なんて言うんでしょう、あの、厚みを感じるモデルになると思います。えー、あとはですね、えっ、ー、と、ちょっとこの辺のジョイントも少しだけ手をつけていきたいと思います。これはジョイント、えっ、ー、と、ブーリアンを行ってないパターンですね、えー。こっちから、このポップアップから数値調整をすることもできます。 ここはちょっと例えば、まあ、大きめのレベルにしてみるとか、まあ、ここに関しても、えっ、ー、と、レベ,ベル実行して、じゃゃ小さめにしてみるとかですね。はい。レベ,ベルも、えー、全てのですね、えっ、ー、と、モデルでコントロールしてあげると、より深みのあるモデルになると思います。はい、あとは、まあ、こういう大きい、えー、と、プレートなんかは特になんですけど、 まあこれだけだとちょっとデザイン的にですね、寂しい場合は、少し、凹凸を入れてあげるとか、はい、こんな感じとかですね。あとは、見た目も調節して、ここはハードエッジですね。で、ベベルもかけてあげます。 じゃあ、ここはそうですね。まあ、0 1とかにしときますかね。はい。最後にこれ。あで、えー、っと、これ、ベベルかけたんですけど、これ、あの、ジョイントとかでよく、こう、ある話で、まあ、同じジョイントを使い回してあげた方がですね、えー、かえって、そのまあ、手抜きというよりは、量産されたような表現が可能なので <laughs>、統一感が出てきます。あえて、えー、複製してあげます。 はい、これで、まあえーと、このモデルは大体 OK ですね。えー、あとは、細かい点として、えっ、ー、と、あ、まあ、ちょっとこの辺、裏側は、えー、これ高っけのままなんで、ちょっとケアしないといけないだったりするんですが、また細かい点として、このままでもそんなに悪くはないんですけど、えー、サブスタンスペインターとかにこのデータを持っていくってなると、結構、この、 フェースとかは、えー、多角形なので、えー、サブスタンスペイントは多角形 NG なので四角形以下で構成しないといけないってことを考えると、まあ、ちょっと危険ですね、えー、なのでちょっと手間なんですけどここにカット入れて四角形四角形にするとかそういった一手間は必要ですね特にベベル入れた箇所注意が必要です ここは四角形だからいいか。あとはベベル入れた結果、ちょっと大型ポリゴンになってしまいそうな箇所なんかもし見つけたら、そこもケアしておきましょう。はい。これがディテールモデルということでいいと思います。で、内側なんかはですね、えっ、ー、と、まあ、時間もないので、えー、また別のタイミングでちょっと説明をしていきたいと思います。これが、えー、作り込みのステップでした。 ラフから、えー、1段階目の作り込み2段階目の作り込みそしてディテール特に、えー、作り込みからディテールの間で、えー、モデルはバックアップを取っておくことをお勧めします。